柏木由紀が自身の公式 YouTube チャンネル、ゆきりんワールドを5月9日に更新、柏木由紀のカバンの中身公開します、と題した動画を公開した。マイメロディのイヤホンケースは可愛いけど難点が、今回の動画はタイトル通り、柏木が普段使っているカバンの中身を紹介する内容になっている。カバンの中身公開はおよそ3年ぶり、最近はメイクポーチをバッグの中に入れるために大きめのバッグを使うことが多いです、と言って、丸2の大きめのバッグを見せた。前と後ろで色の違うバイカラー。お気に入りポイントは肩にかけられるところ、バッグの中から取り出したのは、ディオールとクリニークのメイクポーチ、それと小さめのリトルツインスターズ、キキララの絵柄のポーチ。キキララのポーチの中には目薬やティッシュ、マウススプレー、ブレスケア、香水などが入っている。その香水が漏れていたことがあったらしく、今もポーチは香水の匂いが強く残っているそう。続いては、3月の一粒万倍日に購入した水色の財布。この日に財布を新しくすると良い、みたいなのを聞いて、もしすごく気に入ったものがあったら買おうと思った時に一目惚れしちゃったの、と新しい財布との出会いを語った。濃いピンクの財布を使ってたんですけど、水色と迷ってピンクにしたから、今回は水色を、とこの色を選んだ理由を明かした。マイメロディの絵柄のイヤホンケース、お気に入りだがカメラ風の飾りがついたケースで、シャッター音が鳴る仕組みになっている。いつも電車とかで、やばいってなるのが、シャッター音を鳴らしてみて、これはやばい、わら、盗撮してる、みたいになるから良くないけど可愛すぎて、と難点を挙げた。バッグの内側のポケットから身に覚えのないものが出てきた。ここからはカバンの内側にあるポケットなど収納部分にあるものを公開、やばそうなエリアがそこにある、と柏木自身が話した通り、本人も身に覚えがないものも出てきた。YouTube の撮影用に持ってきたイヤリング、キキララの櫛、レッスン時に使う髪をとどめるゴム、果汁グミ、トローチ。これらは必要なものとして入れているが、鹿児島に仕事で帰った時に立ち寄ったゲームセンターでもらったウェットティッシュ、脇汗を抑える透明なフィルム、スティックタイプの龍角散、日焼け止めの試供品、ペンのキャップ、小袋に入った七味唐辛子といった本人が覚えていなかったり、入れたのを忘れてたものが出てきた。七味唐辛子は入れた覚えが全くないらしく、何これ、とびっくり、やばい。私のバッグのここ、内側のポケット部分が一番やばい、と言って、メンバーの皆さん、七味が欲しくなった時は私に言っていただければこの七味が出てきます、と AKB48 のメンバーに呼びかけた。コメント欄には、カバンの中身チェック嬉しい、と言った、カバンの中身紹介、企画を待っていたという多くの声や七味唐辛子に対する多数の反響が届いている。